5、6、5、4、3、2、1、よいしょー、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、ギザマエラン、いただきます。どうも、マックス杉でございます。本日私がやってるのはですね、山梨県は都留市というところにございます荻窪さんというところなんですけれども、うどん屋さんで6キロ50分というチャレンジメニューをやってる時の模様を皆様に見ていただいてるんですけれども、僕ぶっちゃけこれ終わった後にアフターオープニング撮りみたいになってるんですよ。マジでやばかったっす。なのでそんな激闘の模様をどうぞー。頑張って、俺本当にやばいからね。お父さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お父さんが、お父さん前回お水をいつも僕汲んでくれて、助けてもらった。ありがとうございます。うまっ。これは締め込ませた方がいいや。スーパーサイヤ人を発揮しまいました。ごめんちゃい、バキッといっちゃいました。ありのまんまさんと安藤さんがチャレンジされてますので、概要欄からご覧ください。安藤さんファイト。うどんも中でもそうですけど、天ぷら大事ですよね。これや、これや。本当にうまいな、ここのうどん。本当にうまいわ。本当にうまいと思う。
本当にうまいと思うこれ。これ長すぎて噛み切らないの無理ですね。超うまい本当に。ごめんなさいね、ブツ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 横で。本当に美味しいこれ。マジでうまい。ファイト、ファイト、すりだれもありますよ。うまく終わるよ多分。わかる、なんか食べてて。
マジでうまいっす。マジでうまいっす。ありがとうございます。マジでほんとうまいと思います。いらっしゃいませ。マジでうまい。ありがとうございます。うまいです。サンデさんのびっくりが入ってるから。これ？縁起がいい。すごい。すごいでしょ。すごい。紐川みたい。もう。味わいが全然違う。計算された太さなんですね、これね。ありがとう。ありがとうございます。急にドシッとくるね。
安藤さんが急にどしっときたパターンですね、これ。これ急に来ますね、これ。すんごいな、これ。この麺をキングコブラと名付けることにしましたよ。これ荻窪さんにあるキングコブラですから。コブラといえばね、漫画のね、アニメのね、コブラのあの主題歌いいっすね。コブラーつってわかる人います？コブラー、あー、すいません、今やってないんですか？特別に。
頑張ってね。ザードの負けないで脳内で再生してください。応援してくれてとっても嬉しいです。ありがとう、頑張る。安藤さんにも言ったり、頑張れ。残りの食べて、残りの全部食べて、これお願い。ありがとう。
ありがとう。ありがとう。よいしょ、ありがとう。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとう。はい、こんな感じのチャレンジメニューもございますので、もしよろしければ、じゃ山梨県ですね、荻窪さん、美味しいうどんが食べれる荻窪さんに来てみてはいかがでしょうかというマックス席でございました。お待たせしました。冷やしたいんで大丈夫です。はい、というわけで、ここから先は、おまけ映像ということで、はい、別角度から撮りたいと思います。一旦失礼します。私は頑張ります。一回切るかな。よいしょ。立てない。よいしょ、よいしょ。あんさんもタイムは終わったんですか。ただものじゃなかったです、荻窪さん。はい、これ冷やしってこれ、あ、やばいやつでしょこれ。いただきます。ハードグミ。やばいっすね。いや、これ本当にすごいな、この弾力。ありがとう。人生で出会ったうどんの中で一番硬いわ。一番硬いと思う。いや、これはない。これはない。硬い。初めてだこれ本当に。
丈夫？よいしょ、うまかった。あ、これあの夏に、あ、そうだ、夏に食べれる麺で、ちなみにあの結構仲良くさせてもらってて、あの嫌がらせとかでないことだけあのお伝えしておきます。本当にあの好意でやってもらってことなんで、それだけはちょっと、はい、僕の方からしっかりと以上でございました。ありがとうございました。アンドチャンネルさん、アリのまんまさん、お二方とも素晴らしいトライされてますので、ぜひ概要欄の方から見てみてください。以上でございます。ありがとうございました。あ、腹いっぱい。